ずるいよ、いきなりサビからじゃわからないよ。今夜もあなたとミッドナイトマージンコール、マネーネバースリープスの時間です。さあ、今回ご紹介するのはこの方です。納得のいかぬ数年を過ごし、空売りで評判を呼ぶも問題や損失を引き起こした男、アンドリュー・レフトをご紹介します。さあ、アメリカで生まれたレフトですが、大学卒業後は商品仲介会社で勤務します。しかしこの会社、飛び込み営業で顧客に疑わしい投資だったり、リスクの高い取引を強く押し付ける、問題企業だったんです。そんな会社に耐えられなくなったレフトは、たった9ヶ月で退職してしまいます。それにもかかわらず、この会社が数年後に制裁を受けた時、たった9ヶ月しか在籍していなかったレフトも制裁を受けたんです。このように納得のいかない数年を過ごしたレフトだったんですが、今度は株式詐欺に関わっている疑わしい財務内容の問題企業を追跡するようになったんですね。そして2001年、自らストックレモン .com というブログを立ち上げまして、問題企業を見つけてはブログやレポートで痛烈に批判し、空売りを仕掛けました。するとレフトの手法、次第に周囲から評判を呼んだんです。というのも、レフトが2001年から書いた111社の空売りレポートで、1年後に 90% 株式が下落したのは111社中90社もあったんですね。なので、このレフトの影響力というのはとっても凄まじかったんです。そして社名をシトロンリサーチに変更します。このように多くの投資家や空売り屋から大注目されていたレフトだったんですが、影響力が大きいからこそ問題が起きてしまったり、見解が外れて失敗することもありました。さあ、では一体どんな問題が起きたんでしょうか。例えば2012年、中国恒大集団をレポートで批判すると、そのレポートが誤解を招く情報を広めると、香港証券先物委員会に裁判を起こされます。そして2016年、裁判の結果、レフトは香港市場における5年間の取引禁止だったり、およそ160万香港ドルの返還などを命じられたんですね。ただ結果、去年中国恒大集団はデフォルトに陥りましたよね。そして去年、レフトにとって最大の失敗となったのが、ゲームストップ株の空売りです。当初レフトはゲームストップ株が 50% 値下がりすると予想し、空売りを仕掛けたんですが、個人投資家が一斉に買いに入ったため、株価は急騰し、巨額の損失を抱えることになりました。この失敗でレフトは20年間続けてきた空売りに関するレポートを今後公表しませんということを発表したんですね。そして今後は株を買う側の調査を個人投資家に提供していくということです。ということで、今回はアンドリュー・レフトをご紹介いたしました。売りで踏み上げられたから買い方に回るって言ってもでも結構どうなんですかね。あることないこととは言わないけども、エビデンス、その公表データをもとに結構この人過激な言葉を使うんですよね。そうなんですね。だからオミントなんですよ。オープンソースインテリジェンスなんですよ、はい、もちろん公表データをもとにオミントなんだけども、結構過激で、交渉かな、マザーズかな、サイバーダインっていうロボットの会社あるんでしょ、この人にうんこって書かれたんです。そんなひどいこと言うんですか。2016年だったと思うけど、2000円から850円ぐらいまで下がった、はい、その時はまだ空売り屋だったからですね。なるほど。大変な人、影響力はあるっちゃあるんだけど、結構言葉遣いも、失敗したら人間は学ぶものですから、言葉遣いももしかしたら今の買い方の方になった彼はマイルドになってるのかどうなのか、僕はあんまりこれ注目したことない、この人に注目したことないのであれですけど、そんな感じですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。